前回は5番マコーロの爆破に成功したものの、クラウドさんが非業の死を遂げたところから。いや今思いっきりクラウド目の前に立ってるだろ。で、二人でこんなところで何やってんのよ。え？エアリスさんがちょっとでも生活費を稼ごうと売り物の花の世話をしている横で、クラウドは傍観してるんですよ。エアリスさんにばっかり働かせて自分は何もせず一日中ぐうたらと。ただの紐じゃねえかよ、いいから働け。それでは FF7 の第2幕を開始しましょうか。それではまずは前回、このクラウドの命を救った、吸収性抜群の花壇の開発者と紹介させていただいたエアリスさんにお話を。いきなりクラウドさん問い詰められてますよ。まさかクラウドさんエアリスさんのこと忘れてるんじゃないでしょうね。たとえ忘れていてもこの場でんなこと言ったら怒られます。だからここは覚えているふりをしておかないと。いや選択肢ミスってんじゃねえかよ。これ彼女に嘘ついたのがバレて余計にややこしくなるパターンですよ。あれ？酔っ払いじゃなかったっけ？どうやらエアリスさんはクラウドナンパしともっと話したいらしく、花壇の手入れが済むまで待っていてくれとのこと。ん？何やってんのよ。この後すぐ起こるイベントで出てくるレノさんが実はここでスタンバってんのよね。なんでもエアリスさんと過ごす時間をくれてるらしい。なんだよ。心までイケメンじゃねえか。そろそろエアリスさんの作業が終わる頃なのでちょっと話しかけてみましょうか。ん？エアリスさんが何か思い出したっぽいですよ。そういえばまだだったって。そういや LINE の連絡先交換するの忘れてましたね。てか名前じゃねえかよ。そもそもまだお互い名前すら知らねえじゃねえか。連絡先以前の問題でした。そしてついに扉の外で待機していたレノさんが登場。なんでもエアリスさんは、このレノたちに狙われている模様。そしてこのレノたちから逃走するべく、エアリスは無職で暇そうなクラウドにボディーガードの仕事を依頼。視聴者の皆さん、仮に無職になってもこんな美女がボディーガードの依頼をしてくることなんてないので、早まった真似はしないでください。無職になっても来るのは税金の徴収だけです。報酬はベッドだと。こんなにやらねえ男なんているわけねえだろ。やめろー。今視聴者の9割が会社に退職届出しに行きましたよ。エアリスとのデートがかかった途端強気になるクラウドさん。本当にいやらしい。しかしエアリスさん的にそこの吸収性抜群の花壇を踏まれたくないとのことなので、場所を変えることに。しかしそんなことはお構いなしに、堂々と花壇のど真ん中を踏んで渡るレノさんなのでした。そしてこの言われようである。そしてここからレノたちから逃げるのですが、ここでちょっとしたイベントが始まります。あ、下の方にレノたちが追いかけてきてますよ。さあエアリスさん、こっちにジャンプしてきてください。いや無理じゃね？あんなバッタみたいなクラウドさんばりのジャンプ力はエアリスさんは持ち合わせてはないかと。ちょい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 、レノさんたち撃ってきましたよ。てかエアリスさんに当たったらどうエアリスやばいっすよ。エアリスさん敵のど真ん中に落ちてきちゃいました。で、こっからエアリスの逃走イベントが始まります。上にいるクラウドさんが指示を出して、なんとかエアリスが逃げるのを助けるという。で、最初の指示の選択肢がこちら。まあ可愛いからっていつでも守ってもらえると思うなよ。戦え。どんな指示出してんだよ。エアリスさんになんか恨みでもあんのか。しゃあねえな。じゃあとりあえずエアリスさんには逃げてもらって、その間にクラウドさんが助ける手段を考えるということで。で、この天井裏みたいなところにある樽を落として、エアリスさんを追ってくるいけすかない兵士を撃退しようという。え？でも間違って樽がエアリスさんにぶつかったらどうすんのよ。危ないでしょ。その時はその時でしょ。なんで最初から投げやりだよ。もっと安全な方法考えろや。他にいくらでもあるでしょ。てかエアリスさん下で追い詰められてますよ。指示の方はどうすんすか？とりあえずエアリスさんの逃げ足にかけましょう。とにかくそこから逃げまくって時間。エアリスさんの逃走本能にかけるしかなくなりました。これ戦闘って大丈夫なの？エアリスさんの強さってよく知らないけど絶対に非力な魔法使い系でしょ。てか相手が気づいてないのをいいことに後ろから全力で振りかぶって。エアリスさんそんなキャラだったの？まさかこんなシーンを見せつけられるとは思いませんでした。いくら手慣れたアサシンでもここまで背筋を効かせて振りかぶることはないでしょう。てかマジでこの振りかぶり方ためらいなさすぎるだろ。で、今度こそか弱いエアリスさんを助けるべく、ちゃんとこの樽を落としてあげないと。確か位置的にこの辺りの樽を落とせばエアリスさんを追ってる兵士たちに当たるはずなんすよね。あ、エアリスさんもう下まで来てますよ。樽を落とすならこのタイミングしかない。ここから落とせばあの兵士に直撃するはずです。エアリスさん動くなよー。今ここから樽を落として助けてあげるからねー。おっしゃ直撃したー。この隙にエアリスさんが上まで登ってこれたら、我々もすぐに下に降りて合流しますよ。意外とエアリスさんの移動速度が速すぎて、結局天井裏での合流となりました。いやこれ怖すぎるだろ。起きたら一巻の終わりだぞ。大丈夫です。そのための吸収性抜群の花壇なんですから。そして屋根から外へ脱出。屋根の上に出て安心したのもつかの間。てかエアリスさんのこの様子だと、あいつらに狙われるのは今回が初めてではない様子。すげえな。一体今まで22年間どうやってあいつらから逃げてきたんだよ。
そしてゆっくりする間もなく、今度は爆走するクラウドを頑張って追いかける羽目に。クラウドさんこんな屋根の上をぴょんぴょん跳ねて、エアリスさんがついてきてると思ったんかな。これだからバッタの末裔は。いやなんだよ今のシーン、あの男に何かあるのかと思って待ってたじゃねえか。それが全くないのよ。それではこれより、5番がイスラムを通ってエアリスの実家へ行こうと思います。ついに両親へのご挨拶ですか。エアリスさんの命を一度助けただけでずうずうしい。この5番がイスラムには装備屋やアイテムや、そしていろんなイベントと人がいるので少し寄り道していきましょう。この中に誰かいるようですね。とりあえずご挨拶だけでも。お邪魔します。中にいるのはホームレスでした。しかしある意味この人の存在は物語に関係してたはず。この体に番号を書かれてる人は、確かある重要な実験か何かに関わってるんじゃなかったっけ？ここで装備を調達しておきましょう。ここで買えるチタンバングルは、全員にとって強力な防具なので買っておきます。ここでエアリスさんのマテリアを付け替えておきましょう。エアリスさんは打撃の威力をあまり期待しない方がいいので、ここは雷と霊気のマテリアを付けて、呪文を覚えさせておきます。そして意外と忘れちゃいかんのが、5番がイスラムにあるこの家。この2階にある、亀道楽通信ナンバー1を読んでおく必要があります。何すかそれ。これね、私も詳しくは覚えてないんだけど、なんか先のイベントでめっちゃ重要になってくるのよね。世界各地に何個か通信があって、それを全部読むと何かもらえる的な感じだったかな？覚えてないけど。それでは5番がイスラムの散策も終わったので、この北側にあるエアリスさんの実家に行きましょうか。お、立派なお家じゃないですか。でもその前にちょっとこっちの畑なのかな？知らんけど、こっち側にあるアイテムを回収しておきましょう。まずはエーテル。これは MP を100回復してくれるもの。そしてマテリアでカバウのスキル。これは味方が攻撃を受けた時に、身代わりになる的なやつです。そしてついにエアリスさんのお母さんにご挨拶。大丈夫でしょうかね。クラウドさん不愛想だから、お母さんにちゃんと挨拶できるか心配なんだけど。そしてお母さんに紹介される、ボディーガード、クラウド。お母さん心配してますね。お母さんは知らないのでしょう。娘が自分の知らないところでこんなことをやっていることを。なんでよりによってここだけ切り出すんだよ。絶対にお母さんに言うなよ。こんなこと知ったらお母さんそっと押しちゃうから。そしてここでヤリスに堂々と別の女の話をしだすクラウド。ほらヤリスさん食いついてきましたよ。だんだんと面倒くさいことになってきます。まだヤリスさんのことを狙っているクラウド氏は、当然ここでキファなんて彼女でもなんでもないと言い張ります。クラウドさんそういうやつなのかよ。見損なったわ。うまく付け入ったクラウドは、なんとエアリスさんの実家に今晩泊めてもらうことに。うわぁ。鼻水出たわ。しかしお母さんにはクラウドさんの下心を見透かされ、今晩のうちに出てってくれと頼まれる。母親は鋭い。ここから6番街を越えて7番街まで戻る必要があるんですが、ここでちょっとしたミニイベントが発生。隣の部屋にいるエアリスさんに気づかれないように、母親の言いつけ通りこの家を出ていく必要があります。え？でも黙って出て行ったら気づかれるわけねえじゃん。どういう時に気づかれるもんなの？え？そこの天井には監視カメラが5台。その壁にはサーモグラフカメラが3台。そしてその床には体重感知装置が埋め込まれ。何でも突破できねえよ。まあ一部床がきしむからそれを避ければ通れます。今度こそエアリスさんにバレずに下の階まで行きたい。その今歩いてるあたりがきしむから、そこの上の方を通ればあ、そういやさっきエアリスさんに消しゴム貸したの忘れてた。ちょっと帰る前に返してもらってきますね。エアリスさーん、さっきの消し。自分から開けてどうすんだよ。その後なんとか FF7 最大の難関を突破し、クラウド氏が自由の味を噛み締めていると、すべてを見透かしていたエアリスさんによって再び拘束。女性の勘は鋭い。7番街へ戻るには、6番街を抜ける必要があるためこれからしばらくは移動です。まあ戦闘などは一旦飛ばしていきますね。そしてこの6番街を抜ける途中の戦闘である技を習得。あのピンクのゲージが溜まって使えるリミット技は、ある一定数使うなど条件を満たすと新しい技を覚えていきます。そして今回ブレイバーを8回使ったので強蹴りを習得。この次は倒した敵の数が120以上だと新しい技を覚えますが、これはまた結構先になりそう。そしてここでヤリスさんと公園デートをたしなんでいると。何やら派手な車が。いやですねー。きっとそこら辺の金持ちの車ですよ。まったくそんな下品な車でデートの邪魔をしないでほしいんだけど。ん？あれは。キファ姉さんじゃねえかよ。一体どうなってんすか？これは事件の匂いしかしませんね。今すぐ後を追いますよ。そしてやってきたのはミッドガルド1の歓楽街、ウォールマーケット。ここに送られたキファを見つけるために、これからこのマーケット内を散策していきます。なんすか、このいやらしさ満点の街は。
とりあえず腹減ったから飯屋にでも行きましょうか。ちょうど一つだけ席が空いていましたね。ヨウムン、私この椅子の右側に座るからあんたは左側で。でねえよ、飯食えねえわ。まあ焼肉定食でいいでしょう。そういや FF7 にもちょっとずつ慣れてきましたね。最初始めた時は久しぶりすぎて本当に大丈夫かと思いましたが。もう本当にそうよね。私なんてコントローラーの握り方すら忘れてましたもん。それは記憶喪失だろ。さっさと病院行け。そして焼肉定食を堪能した後、クーポン券をゲット。これは後で役に立ちます。まずはキハさんのイベントを進めるために、こっちの通路に行く必要があるのよね。なんだよこの言い方は、下なんてんのでは。見るからに怪しいこの店でまずは聞き込み調査をしないとダメ。とりあえずドストレートにキハ姉さんがいるか聞いてみます。あ、やっぱりいるみたいですよ。まさかあの犬小屋みたいなアジトの家賃が払えなくなってこんな仕事に手を染めたんて。しかも面接中かよ。まだ採用されてなかったんか。今ならまだ間に合うかもしれません。ここは潜入調査を行う必要が。どうやらこのボールマーケットを取り仕切るドン、コルネオがキハの行き先らしい。これより、このドン、コルネオの屋敷に入るためのイベントをどんどん進めていきます。え？でもどうやって入るの？なんでもドン、コルネオは次期嫁を探しているらしく、女性なら入れるらしいので、みんなで助走して入るのが一番かと。クラウドに助走するんすか？クラウドの助走イベントでは、助走をするために、5つのアイテムを揃える必要があります。それぞれのアイテムを入手する際にイベントがあり、そのイベントのこなし方で良質な助走アイテムを入手可能。良質な助走アイテムって何すか？その入手する助走アイテムの種類で、コルネオからの評価が決まり、屋敷侵入イベントの内容も変わってくるという。なので一番の高評価を取りに行くために、すべての助走アイテムで最高品質のものを取りに行きますよ。なんでそんなに助走に気合入ってんだよ。てか今何やってんの？マッチョとスクワットしてるけど。この男国際ジムではスクワット対決で、このマッチョよりも多くスクワットできないとダメ。最初は負けてたけど、だんだんこのマッチョがスクワットミスってきてるから、相当追い上げてます。まあこんな感じに、正直この助走イベントだけでも1話作れそうなくらいネタの宝庫なんですが、今回はストーリーをサクサク進めたいのでここはある程度カットでいきます。そして最高品質のカツラをゲット。最後はさっきちらっと前を通ったミツバチの館へ。ん？何やらこのおじさんが会員証をくれるみたいよ。ついにあのミツバチの館へ潜入するんすか？そしてこのクラウドさんの気合の入りようよ。しょうがないですよ。クラウドさんだって男の子なんですから。てかなんだこの変質者は。ついに入ってしまいました。やばい、こっちが緊張してきましたよ。YouTube の規約的に大丈夫なんでしょうね。皆さん、今日で我がチャンネルは閉鎖させられるかもしれません。それでも我が道を行くのがこのチャンネル。これより男のプライドをかけた潜入捜査の開始です。どうやら他の部屋を覗き見ることができるみたいですね。参考までにみんながどんなことしてるのか覗いてみましょう。参考って何の参考にする気なんだよ。てか他人の見るとかどんな神経してんだ。ん？これは、何やら声が聞こえてきましたよ。大丈夫なんですか？これ本当に見ていいものなんでしょうね。あ、なんか中にいるのはジジイらしいぞ。さっきから何の話してんだよ。期待していたものではなかったので、次はこっちの部屋を覗きましょう。何を期待してたんだよ。こっちの部屋では何が起こっているのか。何すかこの BGM。じゃあやばいっすよ、なんかセフィロスでも降臨してるかのような状態です。一体何やってんだよここの部屋のやつは。我々は開けてはならないパンドラの箱を開けてしまったのか。とんでもないものを目の当たりにしてしまったので。閉じました。もう二度とこのパンドラの箱を開けることはないでしょう。そしてついにクラウドさんの出番がやってくるも、わ、私心臓が張り裂けそうです。とんでもないサービスを提供される。なんでこうなるんだよ。カメラさんが抜群の仕事をして無事にチャンネルバンは避けられるも、クラウド氏は無事に男風呂に着水。なんとか記念にパンツをゲット。なんで最後だけ一番評価低いアイテムなんだよ。そして完成した助走クラウドが、こちら。やっぱり。これならそこら辺のおじさんなんて生き頃ですよ。おめかししたアリスさんと共に、ついにウォールマーケットを仕切るドン、コルネオの館へ潜入開始。まずはこの屋敷内のどこかにいるキハ姉さんを探さないと。この地下あたりが怪しいですね。てかどんだけ長い階段なんだよ。設計考えろ。お、いましたよ。おめかししたキハ姉さんです。お久しぶりです。しかしアリスとキハの両方からクラウドとは何の春真っ盛りの関係はないことを言及され。クラウドは助走させられた以上に意気消沈。本人の目の前でダメージでかすぎるだろ。もうやめてあげて、クラウドの HP はもうゼロよ。ここでついにキハ姉さんが、この助走変態野郎がクラウドだと気づく。
今年一番のジャンプでした。どうやらティファネイさんもこのドン、コルネオから情報を聞き出すために潜入していた模様。そしてついに我々の血と涙と嘲笑の結晶となった女装クラウドさんが、日の目を浴びるとき、嘲笑の結晶にしちゃダメでしょ。めっちゃ嫌がってんじゃねえかよ。この親父いい加減にしろ。ちょい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 、クラウドさん雰囲気に流されていくところまで行っちゃいそうですよ。やべえ、クラウドを止めろ。このチャンネルでそんな不祥事は困るんだよ。なんとかシンラカンパニーのハイデッカーがバレットを探していることまでは聞き出すも、見事な落下。ハイデッカー。ここで皆さんに重大なご報告が。今まで黙っていたのですが、実はここがマイティ株式会社の本社となります。とんでもねえ大企業じゃねえかよ。どんな悪いことしたらこんなにでかくなるんだ。え？何？ってことは我々が普段いる豚小屋みたいな事務所は支社だったの？ってことはこれがマイティかよ。どんだけ入れに溢れてんだ。そして先ほど起きた地下水路で、今回初のボス戦の開始へ。ここで戦うアクスは HP1800。弱点は炎ですが持ってないのでもう力で押し切ります。で、こいつの下水津波はちょっとおっちょこちょいで、こちらへの全体攻撃なんですが、実は使った本人にも食らうという。てか自分280とか聞いてましたよ。どんだけおっちょこちょいなんですか。ここでリミット技で覚えたての強切りを使ってみましょう。見たまんまで、強の形に相手を切るらしいですね。そしてヤリスさんは打撃はほとんどダメージ与えられないので、弱点ではないですが、サンダーなどの魔法攻撃をしていきます。ティファさんは普通に打撃系ではあるので、もうそのまま通常攻撃でいいかと。そういえばティファさんのリミット技ってかなり特殊で面白いから早く見たいですね。だいたい見た感じ、3人での合計は150ダメージとかそんなもの。アクスの HP1800 を削り切るには結構な攻撃回数が必要かと。だからこそそんな時に役立つのがリミット技よ。もうちょっとでティファさんのリミットゲージがマックスになるから。ティファさんのきつい一発もお見舞いしてやりたい。てか FF の戦闘シーンって時々シュールよな。お互いのアクションゲージがマックスになってないと。さっきみたいにお互い何もせずに、ただ見合ってるだけの時間ができるんよね。それはあれでしょう。達人同士の戦いが手を出さなくても、間合いの取り合いやフェイントの掛け合いで激闘が繰り広げられてるのと同じですよ。さっきのそんなすごい間だったの？そしてこの下水津波も意外とこちらにとって有利。正直このアクス280ダメージなんてなかなか与えられないからね。そしてついにティファさんのリミット技の公開。先ほど出たスロットの目によって威力が変わってくるという。でも全然威力なかったように見えたけど。この初期の頃はスロットが1個しかないからしょうがないね。これがどんどんリミット技のレベルが上がってくれば、あのスロットの数が増えていっていろんな連続技になってくる。で、今度は逆向きに下水津波使ってきやがった。今まではアクス側からの津波だったのでアクスの方がダメージでかかったけど。おーおー、ここでついにヤリスさんのリミット技が発動。癒しの風は味方全員の HP を回復させるので、これで形勢逆転です。さっきの話だけど、アクスの下水津波が、クラウドの後ろから来たら、バックアタック扱いになってダメージが上がるっぽいね。あの時はこちら全体に90以上ダメージ与えてたから。だから食らったらかなり厄介な技に豹変してます。それにしてもやっぱりこのアクスってタフよな。全体的に思うんだけど、こちらのレベルが低いからかもしれないけど。与えるダメージがまだ低いというか、それに対してのボスの HP ってかなり高いから時間がかかるという。強切りとかも結構強力そうに見えるんだけどね。っていうかなんでヤリスさん打撃系攻撃ばっかりしてるのよ。結構時間かかったけどやっと倒した。ずっと続いているのが攻撃が貧弱問題。これはレベルを上げるか装備をもっと整えないとダメですね。そしてここまで結構時間かかっても誰一人としてレベルが上がらないという。それでは今回はこの辺にしておきましょうか。本当はもっと先まで行く予定で収録してたんだけど。思いのほかストーリー自体に見どころとか、ツッコミ要素が多くて結構丁寧に進めてしまいました。それでは次回はこの下水道の続きからやっていきますのでお楽しみに。この水曜日のゲーム実況動画は毎週19時、そして月曜は不定期でしていきたいと思っていますので。チャンネル登録、評価ボタンを押して応援していただけると嬉しいです。それではこのシーンから次回再開です。